こんにちは、速稼塾の久保です。現在47歳の私ですけども、40歳まで金融事故がね多くて、私カードがね作れなかったんですよね。で、40歳からネットビジネスを始めて、そして徐々にカードが作れるようになってきてですね、で数年前、多分3年ぐらい前だと思いますけども、こちらの JCB のねゴールドカードを取得したんですよ。ゴールドカードを作れて嬉しいなというふうな気持ちとともに、まあ、ゴールドカードを持ったんだから、これね50歳までにブラックにならないかなと思って、ずっとね、いろいろ考えておりました。まあ、JCB ブランドを選んだのは、まあ、やっぱり日本で発行されているこうカードということでね、この日本製のカードのブラックを持ちたいなと思ったわけなんですよ。で、まずはレギュラーカードからこのゴールドを申し込んでみてね、ゴールドは通るようになりました。まあ、普通のカードはね割と何回か手こずったんですけども、通るようになって、まあ私のカードの状況ですね、クレジットヒストリーがまあまあ良くなったんでしょうね。40歳から43歳ぐらいまで通じて、で43歳ぐらいの時に、まあ、レギュラーカードを作った後でこちらを申し込んで、まあゴールドを取得したってことなんですよ。JCB のゴールドって取得のハードル結構高いそうなんで、過去5年間ぐらいを見るというふうに聞いてます。まあ正確には分かりませんけどね。で、今年の本当につい、現在がですね8月20日なんですけども、8月の上旬に実はねこのゴールドを上回るカード、実はプレミアムっていうのがあるんですけども、プレミアムをすっ飛ばしてプラチナのインビテーションが来たんですよ。これなんか多くの方にインビテーションが行くのかもしれませんけども、私ねこれは嬉しいなと思いまして、審査を受けてみましたら今日届きました。あ、審査は通ったよってことでカードを送付しますよって連絡いただいたんですけども、届きまして、ずしっと来ますよ。ずしっと、本当に、まあずしっと来るのは書類があるからなんでしょうね。こういうふうに書類が入っていましてね、 JCB プラチナでしょ、プレミアムじゃないですよ、プラチナですよ。いや、なんかありがたいです。このねプラチナの上のザ・クラスっていうのがいわゆるブラックカードなんで、この今回いただいたプラチナのねカードで多分年間100万とか数百万を2年間通じてクレジットヒストリーを積むと、今度はザ・クラスのインビテーション最上級カードが来て、まあブラック取得ってことになるんでしょうけどね。で、今回いただいたのがこちらです。わー、わあ、かっこいい。やっぱりちょっとプラチナって感じですね。どうですか、ナンバーとかを隠した方がいいんでしょうね、きっとこういうの。うん、私の名前で来てます、こんな感じでね。私の名前で1枚と家族カード1枚来てますね。なんか輝きが違うね、輝きが違う。今までのゴールドカードこれですよ。なんか急にゴールドももらった時は神々しかったんですけども、ちょっと今回のねプラチナの輝きどうですか、これなんか違うなって感じですよね。ということで私も JCB のプラチナユーザーになりました。ちょっとね剥がさせてもらいますね。わ、いやー、47歳7年かかりましたけど、カードが作れない40歳から7年経ってプラチナのインビテーションがもらえるようになりまして、通りましたね、カードもらいましたね。あとは2年間使って50歳までにザ・クラスがもらえるようになるかどうかってところですよね。このシリーズも本当ね、ここまで来ました。ありがとうございます。それでは。